皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんで、将来の夢は女子高生、今は女子中学生です。今日はですね、待ちに待った2月14日バレンタインデーということで、彼氏のあだるくんに元男の子の私がバレンタインチョコを作るということなんですけども、なぜお前は、お前なんなのこの気持ち悪い学校はみたいな感じで言われるんですけども、今は普通に女として生きてますが、私はもともと男性なわけですよ。青春時代はこんなにチンパンジー少年で過ごしたわけなんで、私にとってバレンタインデーっていうのは近いようで遠い存在、もう悲願の日なわけです。なので私にとって失われた青春の1ページを今28歳で取り戻してるわけですよ。いや、なんか嬉しいですね、ちょっと制服。はい、早速本題なんですけども、タイトルにもある通り、わたるくんにただチョコレートを渡すではなくて、今日はドッキリを仕掛けたいと思います。先日わたるが出た動画を見てくださった方だったらわかると思うんですけども、わたるって大の数の子嫌いでして、で毎年正月が来るたびに、そのおせち料理に出てくる数の子を今年こそ食べるぞみたいな感じでチャレンジをしてるらしいんですけども、いまだに食べれないらしくて、わたるくんの数の子を克服するぞという悲願の夢を私がバレンタインデーに叶えてあげようかなと思って、なので普通にバレンタインデーチョコを渡すんですけども、その中の一つに今回用意したこの数の子チョコが入っているというドッキリです。あえて私は数の子とは言わずに渡るくんに食べさせます。で、気づかなかったら渡るくんこれで数の子克服しちゃうじゃないですか。いや、あれですかね、渡るくんに無理やり嫌なものを食べさせるんじゃなくて、渡るくんは克服したいって言ってるから、かのんちゃん嫌なことするなんてひどいみたいな言わないでくださいよ。私はただ優しい彼女ですからね。ということで早速チョコレートを作っていくんですけども、で今回この数の子をチョコレートでコーティングして数の子チョコを作っていくんですけども、数の子チョコだけだともういかにも怪しさ満点なので、今回ですね、ふ菓子、干し柿、三色団子、むき栗、さつまいも、なんだこのチョイスはみたいな感じだと思うんですけども、意外とこれチョコレート包んだら美味しそうじゃないって思ったんですよ。この珍味たちをチョコレートで包んで、その中に数の子チョコレートも組み込むということです。じゃあ早速やっていきましょう。どんな体勢で私これ作ってんの、おかしいでしょ。助けてー。あ、そう、こっち使えばいいのか。何やってんだ。うりうりうり、母さん、いいよ、成功する、賞賛、見える。焦がしたらおしまいだからね、カメラアングル気にしてられないわ、ごめんなさい。よし、勝負の見せ所、いけ。お、いい、これきた、これきた。これを綺麗にコーティングして、これを繰り返していきます。やばい、焦げてる、おかしい、いきます。やばい、どうしよう。これいい感じじゃないですか。もっと見栄えよくするためにはこういうのが必要なわけですよ、こういうの。おお、普通にうまそう。どうでしょう、これが例のチョコレートです。こんな感じの要領で全部他も作っていきます。あれ、なんか私これいける気がしてきたぞ。料理人になれるかもしれないな。てん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 、できました。わたるくん、目隠ししてもらっていいですか。ちょっと搬入作業したいんで。トイレ？どんぐらい行きたい？ちょっと待ってね。じゃあ一回搬入させて。じゃあ目つぶってもらっていい？今どんな気持ち？これ今撮ってる？撮ってる、今。もうカメラ向いてる。今日は何の日ですか？今日？2月14日。おー、バレンタイン。今どんな心境ですか？下手か。疲
作っていただいてるってことしか分かってないけど、脅かされるのはあんま得意じゃないからさ、心臓止まっちゃう。しませんしません。わたるくんカウントダウンしますので、はい、その後に目を開けてください。はい、3、2、1、お願いします。かわいいじゃん。本当に、あの失われた青春を今取り戻してる。めっちゃさ、ちょっとリボン雑じゃない？いや、わかんないんですよ。学ランしか来たことなかったから。ああ、確かにね。これ作ってくれたの？そうです。へえ、すごいね。わたるへの愛のバレンタインチョコです。ああ、なるほどね。ということで、今日はですね、わたるくんにこれはあの橋メーカーさんからいただいたわたる橋で、こちらのやつを食べていってください。もう好きなもんから食べていっていいよ。これね、私がこれ絶対チョコにしたら美味しいんだろうなみたいなのをチョイスして今回。ちょっと待って、絶対あれじゃん、ウインナー入ってんじゃん。入ってない、どう見たってウインナー入ってないでしょ。ちなみにわたるが気になるチョコレートどれですか？いや、これこれもう風菓子でしょ。ちょっとやめてやめて、ちょっと違う違う。じゃあちょっと食べる前にサムネ撮影しましょう。どうしたの、制服着て。なんでなんでなんで。青春を取り戻すっていうあのコンセプトのもと、なんかこういうセーラー服ってさ、うん、よくなんか芸人さんでさ、響さんっているじゃん。あ、いるね。あの人が着てるイメージ。うち芸人なの。めちゃくちゃ似合ってるけど、ちょっと芸人でしょ。本当に？え、これ何？あのカメラ外トーク。だって今これサムネシーンだからこれ使われないよ。あ、全然いい。あ、素のトークで言ってたの今。なんか どっちっていうの意識しなかった。あ、本当？え、じゃあ何今質の渡る的にこれ、あ、うちに似合ってるみたいな感じ？もう似合ってる似合ってる。あ、本当に？え、素で褒めてもらったのちょっと嬉しいっすね。じゃあサムネシーン。じゃあ渡るくん何から食べましょう？いただきます。あ、はい、どうぞ。疲れ溜まってるから甘いものはいいね。じゃあこの謎の風菓子から。ちょっと言っちゃったじゃん、食べた後に当ててほしいんですよ。いや、風菓子だよね。風菓子ですね。うん。木こりの丸太って私あのコンセプト名です、これ。なんかゼルダに出てきそうだね、これ。じゃあどう、美味しい？美味しい。あ、美味しい。なんか私の中の裏コンセプトで、うん、ありそうでないなって、あったらいいなこのチョコレートっていうので、ふ菓子のチョコレートとかあんまないじゃん。なので今回チョイスしたわけですよ。じゃあこれかっこよく言うと創作料理か。そうですよ。すごいね。この辺とか結構私の自信作。デスソースとか入ってないよね。え、本当に入ってない、全く。これは一口でいける。はい、一口いっちゃって。さつまいも。ピンポン、美味しくない？めちゃくちゃうまい。ま、個人的に私がおすすめのこれでも、これちょっと最後に食べてほしいな。これが自信作。地雷作じゃなくて自信作だよね。地雷ではない、自信作。これ最後に食べてほしいなっていう願望が。いや、うまいね。ほんと？うん。続いて、はい、この端。ああ、はい。すごいね、これ。うん、タレみたい。風の谷のナウシカに出てくるさ、おっことぬしさんっていうじゃん。え、なに？じゃあガチャちょっとここに出しときます。え、なんかわかんないけど私、うん、入れます。バキバキいってんね。うん。どう？わかんない、これ。え、マジで？うん。正解は、うん、栗。栗か。うん。多分さっきね、さつまいもを食べたせいで。あ、似てるね。味が似てて、うん、なんか想像がつかなかった。うまいよね。うん、よしよし。どう？結構親切でしょ。今年優しいね。今年は優しい。さすがにウィンナーは入れません。そういうなんかもう人が嫌がることは今年は。いや、あれはね、あれ美味しかったんだよ。塩っ気とチョコってやっぱ合うから。ポテトチョコみたいな感じでね。そうそうそう、あれはあれで美味しかった。すっごい美味しかった。じゃあ次どれいきますか。じゃあ左端。これで裏側見ちゃダメだよ全部。うんうん。じゃあこのまま箸でいただきます。はい。カズノコ。今日は裏テーマがありまして、カズノコ。わたるくんってカズノコすごい嫌いじゃん。で、毎年克服したいって言ってたじゃん、うん、今回のバレンタインサプライズはカズノコを克服させてあげるっていうのが私からのバレンタインデーサプライズです。迷惑で。これが、おい、本当カズノコはね、マジで。本当に？え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、本当？ちょっと待って、ちょっと待って、待って待って、袋持ってから、袋持ってから、袋持ってから。まずはカズノコ我慢。え、だって渡辺さん、その毎年なんか自分で買って食べるでしょ、その今年こそみたいな感じで。いや、たまたま今年買っただけで。あ、そうなの？舌にこう触れるだけでね、あ、もうダメだって思った。だって言ったじゃん、この前の前回動画かな、カズノコチョコレートって。え、言った？マジで？うん。いや、すいません、粗末にしました。ちょっともう戦った感あるよ。ほんと、うん、もうあとは
大丈夫。あとは大丈夫。これめちゃくちゃ怪しいんだよな。怪しくない？これなんか。これ。うん。めちゃくちゃなんかさ、王道っぽいじゃん。お願いします。はい。なんかスライム。ちょっと私のこと信頼しなさすぎでしょ。正解はもちチョコ。三色団子のピンクのやつを入れた。和菓子大好きなんだけど、うん、もう全然わかんない。もう多分今まひってんだよ多分、うん、これさ、これ渡る、これ渡るの髪型意識したんだ確かに、うん、俺っぽいわ。これ柿だ。そう、干し柿。俺干し柿ね、めっちゃ大好き。よかった。これ高いんで、これ1個300円マジ。うん、高級干し柿だから最後にこれを。いや、おいしい、おいしい。合う。うん、どうですか。数の子のぞけばめちゃくちゃ美味しかった。いや、ごまかし効かなかったね。数の子はマジでダメだね。ダメなんだね。ということで検証結果ですね、わたるくんは数の子チョコレートを秒で見破ったという結果になりましたねバレンタインじゃなくなってるよ。そう、すいませんね、本当にまさか動画内でリバースするところをちょっと見せてしまうと。本当その点に関してはすいませんマジで本当数の子はダメ。でもあれだからね、ちゃんとわたるくんが克服したいって言ってたから、うん、私は今回やったわけですからね。もし克服したって願望なく無理やり私が食べさせたら私は悪者ですけども、うんうん、わたるくんの手助けをしようとしただけなんで、ちょっと一応予防線張っときますけどということで今回ですね、わたるくんにバレンタインデーサプライズやってみました。いかがだったでしょうか。楽しかった。楽しかったし、ほんとびっくりしたのが、うんうん、今年はもう形がすごい綺麗じゃん。見て、チョコレートだって思ったんですよ。いや、形ここだけじゃないでしょ。おー、確かにね、青春をね味わえたのですごい良かったです。私のこともっと惚れ直した。スーツに着替えな。なんでそれは冗談ですけど、惚れ直した。惚れ直した。惚れ直ししてないでしょ別に。ちょっとごめんなさい、頭おかしくなった。はい、じゃあエンディングしましょう今回の動画が少しも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あとは私の SNS とわたるくんのノートも画面の下にありますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。